例に、サマソニー大阪2024、ナンバーアンダーライン愛の圧巻パフォーマンスに熱狂。平野翔の投げキスで会場は最高潮に。ナンバーアンダーライン愛の、ゴートボン熱唱会場一体の盛り上がりは最高潮。サマソニー大阪2024のナンバーアンダーライン愛のライブパフォーマンスは、まさに感動的であり、観客の心を一瞬にしてわしづかみにした。終演後、 会場から駅までの帰り道では、多くの人々がまだその余韻に浸りながら、感動を語り合っていた。例えば、カップルが、ナンバーアンダーライン愛が、と語り合う姿や、ナンバーアンダーライン愛のズマズマ最高だった、と踊りながら叫ぶ若者たちの姿は、その人気がどれほどのものかを物語っていた。ナンバーアンダーライン愛がこれほどまでに広がりを見せていることに、ファンとして喜びを隠せなかった。彼らの存在が、 人々の間で話題となり、日常の一部となっている光景を見ることができるのは、本当に嬉しいことだった。特に今回一緒にコンサートに行った妹は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔の実在感に驚き、平野翔って実在するんだね、と感想を述べた。彼女にとっては、その存在感があまりにも現実離れしていたようで、実際に目の前で見た時の感動は言葉にできないほどだったようだ。また、 INZM のパフォーマンスが彼女にとって最も刺さったようで、その後も何度もそのシーンを思い返していた。今夜は一緒にミュージックビデオを見る予定であり、その余韻をさらに楽しむつもりだ。ナンバーアンダーラインアイのライブは、ただの音楽フェスとは一線を画しており、特別な時間を共有できる体験そのものが魅力だった。彼らのパフォーマンスを通じて、新しいことを経験する喜びを感じることができ、 感謝の気持ちでいっぱいだった。特に、最後の平野翔の嘆きキスは、観客全員の心をわしづかみにし、一瞬で腰が抜けそうになるほどの衝撃を与えた。その瞬間は、間違いなく一生の思い出として心に刻まれることとなった。ナンバーアンダーライン愛に実際に愛い、その生の歌声を聞き、肉眼でその姿を見れたことは、まさに夢のような体験だった。ライブ中は、 観客全員が一体となって盛り上がり、その場の空気感は格別だった。最後に平野翔が投げキッスをして去る瞬間は、誰もが歓喜に包まれ、まるで時間が止まったかのような感覚に陥った。このライブは、間違いなく夏の素敵な思い出となり、心から感謝の気持ちを抱いた。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスだけでなく、同じステージに立ったスーパービーバーのステージも素晴らしく、感動を与えてくれた。 彼らの音楽は、観客の心に深く響き渡り、多くの人々がその瞬間を共有できたことに感動を覚えた。また、サマーソニック大阪の参加者たちのレポートや MC のレポートにも目を通し、それぞれが感じたことや思いをつづる表現が非常に興味深く、読むたびに楽しさが増していった。多くの人々が同じイベントを共有し、それぞれの視点から感じたことを語り合うことで、さらにその感動が広がっていくのだと感じた。 サマソニー大阪2024は、ナンバーアンダーライン愛の人気曲、ゴートや、ボンも大いに盛り上がりを見せたが、特にまだミュージックビデオが公開されていない、INZM が最も盛り上がっていたことが印象的だった。この楽曲がどれだけ観客に愛され、待ち望まれているかが伝わってきて、その場の熱気が一層高まった。ステージ前は満員で、身動きが取れないほどの混雑ぶりだったが、 その瞬間を共有できたことは幸せな時間だった。また、翔くんが初めて太陽の塔を見たとき、おっきいんだねえ、と感想を述べたことも印象深かった。ただ、ステージからはその姿を正面から見ることができなかったため、斜め後ろからの姿しか見えなかったことが少し残念だった。それでも、彼のその純粋な反応に、観客も笑顔を浮かべていた。サマーソニック大阪でも、 ナンバーアンダーラインアイの T シャツを着ている方やタオルを持っている方が多く見られ、彼らの人気の高さがうかがえた。現地では、ファン同士が一緒に応援していることに心が温まり、一体感を感じることができた。実際の気温は非常に高かったが、その熱気さえも仲間と共有できることで、暑さを超える喜びを感じた。また、現場にいたみんなが語っていたように、岸優太の生のパフォーマンスは、 その色気としなやかな動き、伏せための切なさで観客を魅了し、驚かせた。大人になってもなお、彼の存在がこれほどまでに感情を揺さぶるとは思わなかった。その瞬間を目の当たりにした観客は、まさにその場で息をのみ、心が支配される感覚に陥ったことだろう。サマソに大阪2024、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを最も近くで見ることができた瞬間は、一生忘れられない記憶となった。 彼らの音楽とその存在が、観客一人一人の心に深く刻まれ、その感動は永遠に続くものとなった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが、サマソニー大阪2024を象徴する瞬間として、いつまでも語り継がれることであろう。INZM の楽曲は、まだミュージックビデオが解禁されていないにもかかわらず、その盛り上がりは凄まじく、観客全員が一体となってその瞬間を共有した。 この楽曲が持つ力と、観客との強い結びつきが、まさに音楽の力を感じさせるものであった。ライブ中、翔くんが太陽の塔を見て、大きいんだね、と語ったその一言が、観客にとっても印象的であり、その場の雰囲気をさらに盛り上げた。サマーソニック大阪では、現地でナンバーアンダーライン愛のファンが一体となって応援する姿が見られ、その熱気は一層高まっていた。 キシユタの性パフォーマンスは、その色気としなやかな動きで観客を魅了し、彼の存在がどれほどまでに観客を支配するのかを実感させるものだった。この瞬間を共有できたことは、観客にとって一生の思い出となり、彼らのパフォーマンスが心に深く刻まれる瞬間であった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて、観客が感じたその感動と喜びは、これからも長く語り継がれることであろう。 このサマソニー大阪での経験は、彼らの音楽が持つ力と、その存在が持つ影響力を再確認する機会となり、これからも多くの人々に愛され続けることは間違いない。サマソニー大阪2024のナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、まさに感動的な出来事だった。ライブ終了後、観客たちはまだその余韻に浸りながら会場を後にしていた。駅までの帰り道では、 ライブの感想を話し合う人々が多く見られ、その中には、ナンバーアンダーライン愛が本当に最高だったと笑顔で語り合うカップルや、踊りながら、ズマズマが頭から離れないと話す若者たちがいた。彼らの言葉や表情からも、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが観客の心を深く揺さぶったことが伝わってきた。まさに、彼らの存在が人々の日常に浸透し、 会話の一部として自然に溶け込んでいることを感じた瞬間だった。今回一緒にライブに参加した娘は、特に平野翔に対して深い印象を抱いたようだ。彼女は、平野翔って実在するんだねと驚きを隠せなかった。その存在感は、スクリーンを通して見るのとは全く異なり、目の前に立つ彼の姿に圧倒されたのだろう。さらに、彼女が特に気に入ったのは INZM のパフォーマンスだった。 そのシーンが心に強く残り、今夜は一緒にそのミュージックビデオを見る予定で、再びその感動を味わうつもりだ。ナンバーアンダーラインアイのライブは、コンサートとはまた違った特別な雰囲気を持っていた。観客一人一人がその瞬間を共有し、新しい経験を通じて楽しさを感じることができた。彼らと共に過ごす時間は、ただの音楽鑑賞ではなく、心に深く残る体験そのものだった。 特に最後に平野翔が投げキッスをした瞬間は、まるで時間が止まったかのような衝撃を与え、観客全員を虜にした。その瞬間は、永遠に心に刻まれることであろう。また、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを実際に目の当たりにし、その歌声を聞くことができた喜びは言葉にできないほどだった。ライブ中、観客全員が一体となって盛り上がり、その場の空気感は特別なものだった。 平野翔がステージを去る前に投げたキッスは、観客の心をわしづかみにし、彼の存在感をさらに際立たせた。その瞬間、観客たちは夏の最高の思い出を手に入れたのだ。さらに、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、同じステージに立ったスーパービーバーのパフォーマンスも素晴らしく、多くの人々の心に感動を与えた。彼らの音楽は、観客の心に深く響き渡り、 感動の波が広がが広ってていく様子が見て取れたサマーソニック大阪のレポートを読むと、それぞれの観客が感じたことや思いが表現されており、同じイベントを共有したことで一体感が生まれていたことがわかる。その多様な視点からの感想が、さらにイベントの楽しさを増幅させた。特に、まだミュージックビデオが公開されていない INZM の楽曲が、観客の間で最も盛り上がりを見せたことは驚きだった。 その人気は、まだリリースされていないにもかかわらず、観客全員がその楽曲に引き込まれ、一体感を持って楽しんでいたことがうかがえる。この瞬間こそが、音楽が持つ力を再認識させるものであり、彼らのパフォーマンスがいかに強力であるかを証明するものだった。ライブ中、平野翔が初めて太陽の塔を見た際に、おっきいんだね、と簡単した一言は、観客の間でも話題となり、 さらにその場の場雰囲気を盛り上げたステージからはその全貌を見ることができなかったが、その一言が彼の純粋な反応を示しており、観客もその言葉に笑顔を浮かべていた。サマーソニック大阪では、ナンバーアンダーライン愛のファンが一体となって応援する姿が見られ、その熱気と一体感がさらに高まっていた。岸優太の性パフォーマンスは、観客にとって特別な瞬間となり、 その色気としなやかな動きで魅了された観客たちは、彼の存在がいかに影響力を持っているかを感じ取った。この瞬間を共有できたことは、一生の思い出となり、彼らのパフォーマンスが心に深く刻まれることとなった。サマーソニック東京での経験は、ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ力とその存在が持つ影響力を再確認する機会となり、これからも多くの人々に愛され続けることは間違いないだろう。